はい、どうも皆さん、こんにちは。トリマンジャーです。今回もプードルさんのカットやっていきたいと思います。テディベアカットを、ちょっと伸びてきているのでね、バッサリ切るような形でやっていきたいと思います。やっぱり見てほしいというか、まあ、一番こう、なんていうかな、自分がやるときに実践して、見て、真似するときに一番重要なところは、ハサミの当たってる角度で、手の動かし方みたいなのもある、もちろんあると思うんですけど、手の動かし方よりも、ハサミの当たる角度、向きとかですね、が、一番大事かなと思いますので、その辺ちょっと、注意してみていただければと思います。頑張ろうね。まず、口先ちょっと整えて、舌が出ないようにね、気をつけてやってください。そして、目頭も、最初切るときはそこまで意識しなくてもいいので、軽くまず目が見えるように、あまり押し付けずにね、ギリギリで切ろうとしないでいいので、まず本当に目がよく見えるように、そうすることで目頭のね、位置がちゃんと分かるようになりますので、やっぱりカットのポイントになるのは、このカットというか、まあ、そのスタイルのカットをするときに短くなるところ、目頭とか、テディベアだったらやっぱり耳の前とか、そういう短くなるところ、そういうところをポイントとして押さえておくと、その他の場所をカットするときに、目安になりますので、その要所要所ね、押さえるべきところを押さえていくといいと思います。で、耳の前と。よいしょ。ね、まあ、ポイントとして耳の前と押さえたら、そこからつながるように切っていきますので、耳の前からその半球体をこう作っていくんですけど、この上側のね、半球体作っていくんですが、その角度と同じ角度で下も作っていきます。その、まあ、球体、半分まず球体作ることをイメージして、通し、そこからまた、反対側に行って、多分この頬の部分が盛り上がって出てくると思うので、そこはなだらかにこうだんだんこう、なんていうかな、手前というか、目に一番近いところがやっぱり短くなると思うので。そこからちょっと外に広がり、正面から見た時の丸さを、横の側面、この辺りで作り、そこから奥に入っていく感じですね。ある程度大きさができてきたので、今度は、すきばさみですね。それで、微調整とか、まあ、角のところをなだらかに調整する感じですね。はい、こんな感じですかね。
です。で、まあ一応最後、顎下。あ、上を見てるときに、上を見て、だいたい切るときって、こう、顎が若干上がってる。多分そういうふうに、切ってる場合が多いと思うんですけど、顎下をね、下を向くと、出てくるっていう場合があって、最後下を向かせて出てくるところ、そうするとこうすると下からいっぱい出てきてラインが変わるので、そこから出てるところを一旦落として、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。何か参考になることがあれば嬉しいなと思います。よかったらチャンネル登録の方と高評価の方とお願いします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。では違う動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。